皆さんどうもこんにちは、マンディ&ユーポンです。はい、今回ですね、ちょっとね、新しいスライムを今回は作っていきたいと思います。ユーポンはね、まだ見たことないなと思った商品です。こちらね、ダイソーに売っているホイップでちょっとスライムを作っていきたいと思います。でね、その中にもね、こうやってなんかスイーツデコとかでさ、こういうのこう盛り付けるじゃないですか。それもスライムの中に今回入れようかなと思っていっぱい買ってきました。並べていきます。はい、このような感じにいっぱい買ってきました。とこれがスイーツデコ用のあのデコたちです。で、買ったのはコンペイト2個とビーンズが2個とフルーツ棒が1個と、まあ、1セットというか、で、それでトッピングシュガーチョコレートスプレーが2個買って、で、ホイップストロベリー1個、ホイップ生クリーム1個、ソースストロベリーチョコセットが1個、ソースマンゴーキウイセットが1個、という感じで、たくさん買ってきました。はい、ね、早速作っていきます。で、そして材料を紹介していきましょう、まず最初に。まあ、この子たちと、で、あと、シェービングフォーム、キャップなくしました。で、それで、スプーン、容器、まあ、混ぜる容器ですね。で、洗濯のり、アイボンを今回は使って作っていきます。でね、シェービングフォームはね、なんかいつもこういう系は入れてるので、まあ、入れなくても入れても多分変わんないと思うんですけども、まあ、ふわふわにしたい方はシェービングフォーム。なんかね、で、シェービングフォーム入れると結構手にね、つきにくくなったり、で、あとふわふわになるので、いつも。これでシェービングフォームを使ってます。あとなんかたまにね、いい感じにね、固まる時あるので謎に。あとこれね、フルーツ棒を切る時にはカッターとこれ、ね、カッティングシートを用意します。合ってるのこれ、カッティングで、まあ、カッティングマットみたいな、まあ、傷ついてもいいようなものを用意した方がいいと思います。多分傷つくんで。では作っていきましょう。まあ、こんな子たちは後でね、バイ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 。じゃあね、このホイップで作っていくんですけども、まず最初にやっぱりこれですね、生クリームホイップからやっていきましょう。でね、あの白のホイップとこのフルーツ棒4本のやつは視聴者さんからいただきました。あのファンレターでいただきました。多分ね、作ってくださいとのことだったのかしらと思って。で、あとはこれね、スプーンもいただいちゃいました。ありがとうございます。ではやっていきましょう。でもダイソーなので結構安いからいいよね。100円で買えちゃうから。でさ、なんかさ、思ったの、こういうさ、ホイップのさ、これあるじゃん、つけてやりたいよね、ウィーって楽しそう。よし、じゃあまず最初にこの中に洗濯のりを入れていきます。じゃあ早速ホイップ入れていきます。洗濯のり入れたので、これをはめます。じゃあいきます、ホイップ、せーの。あ、うわ、うわ、すごくない？すごい、はいね、全部出し切りました。出し切りました。じゃあね、これを混ぜていきます。でね、なんかホイップって普通は触るものじゃないので、この乾いてない状態で、なんでもしかしたら手がね、あの肌が弱い方とかはあまりおすすめしません。あの危ない、荒れちゃうかもしれないからね。あとね、匂いがすごい、なんかもう分かるでしょ、あのホイップって匂いがする。じゃあね、そしたらまずね、アイボンを入れます。ユーポンね、最後にね、シェービングフォームを入れたい派なんで、なんか触りたいんだよね、シェービングフォーム。そう、アイボンね、いつも思った、あの目に入れてみたい。目洗うやつでしょ、アイボンって。なんかどんな感じかすごく気になる。本当にゴミ取れんのかなと思って、アイボン。え、なんか早速豆腐みたい、ヨーグルトっぽい、豆腐っぽい。これ皆さんわかるかな、これ結構すごいよ、ヨーグルトっぽいね、なんか豆腐っぽい、伸びる豆腐っぽい感じ。ほら、あー、やばいやばい。よし、じゃあね、このようにまとまったら、じゃあね、このシェービングフォームを入れていきます。はい、なんかね、固まってからシェービングフォームやるとね、結構いい感じに仕上がります。もう髪の毛はいっちゃった。
これデコホイップどんな感じなんだろうね。なんかね、予想はね、別にシェービングフォーム入れないでデコホイップだけだとなんかテカテカ系のスライムになりそう。テカテカ、結構テカってたから。あ、でもシェービングフォーム入れても同じか。ただふわふわになるだけで、なんかね、もちもち感、多分もちもちだと思う、シェービングフォーム入れなかったら。で、シェービングフォーム入れたら結構ふわふわ系のスライムになるかなって思う、予想的に。なんかつくう手に。はい、というかデコホイップの生クリーム完成しました。イエーイ。結構ね、伸びが良くて、やっぱりね、ちゃんとまとまってる感があるので、こう伸ばした時にちょっとホイップ感、デコホイップ感が出ますね。で、触り心地としては結構もちもち、シェービングフォーム入れてももちもちしますね。もちもち、あ、でもいいかも。音もね、結構いいんで、お餅感がある。触り心地すごく気持ちいいすごく気持ちいいです。はい、では次行ってみましょう。触る？あ、でもクリーム塗ってきた方がいいかも。触りたいならクリームを塗れ何なんか、そのなんか求めてちょ、求めてたんだけど、求めてねえかじゃあ洗濯のり入れていきます。また、じゃあ次は、あーねえ、やばくない。でね、次はこれホイップストロベリーを、全然つかなかったんだ。じゃあ次にホイップストロベリーを作っていきます。あ、まず入れないと。そしたらデコホイップを入れていきます。いきます。なんかこの色想像してたの、この色。なんだお前、あなたそんなピンクだったの。もううならしないのつまずいてきちゃった。視聴者にプレゼントユッポーのつばプレゼント。もう炎上しちゃう、炎上。待てます。あ、くしえ、ん、あ、くしえ。じゃあアイボ入れていきましょう。アイボ、もうさ、この状態ちょっとセービングフォームぶっかけてみましょう。あ、ね、セービングフォーム入れた方がいいかも。ちょっとね、いい感じの白っぽさ、いい感じの色になったよ。濃いピンクじゃなくて、本当になんかイチゴらしい色になりました。じゃあアイボン入れていきます。ピンクなんでね、心配です。あ、なんかいい感じにできたよ。もうできた。じゃじゃーん、ストロベリーホイップの完成です。やっぱりね、シェービングフォーム入れたらかなり伸びがいいですね。あとふわふわ、色もね、結構そこそこ可愛いよ。はい、では続いてどんどんいっていきましょう。次にこちらのソースマンゴーとキウイを入れていきます。これソースみたいですね、ホイップではなくて。じゃあマンゴーからやっていきましょう。マンゴー、うわい、はい、じゃあその中にアイボンを入れていきます。ということで、マンゴーソースもできました。イエーイ。結構ね、色がね、卵焼き色がすごい卵焼き、ほら、すごくね、卵焼きかカスタードに見えるけど、これ一応マンゴーだからね。みんな、マンゴー、これね、マンゴー、こう見えても一応マンゴー。よし、じゃあ次ね、こちらのキウイを作っていきます。で、よく見たらね、キウイね、ちょっと黒いつぶつぶが入ってるの。本当にキウイらしいなと思って。最高。ね、あ！何やったの？では、混ぜていきます。これちょっとシェービングフォーム入れたらやばそうだな。
アイボン入れていきます。そのまま、なんか薄くなりそうだから。やっぱりシェービングフォームに入れていきます。はい、ということでキウイもできました。すごくね、手についた。はい、見てください。キウイっぽくね、ちゃんとね、黒いつぶつぶも入ってます。すごいね。これキウイソースは結構あれだね、クオリティ高めだね。ほんとクリープ、クリープじゃない、ほんとにクリームっぽいですね。ではね、最後にこちらのソースストロベリーとソースチョコを混ぜていきます。これでね、最後ですね。じゃあ洗濯のりを入れていきます。うわ、これやばいっしょ、これ。ちょっと、あ、これやばい。はい、ということでね、こちらのチョコソースも作り終わりました。結構出来上がりはね、あれみたい、あの、なんだっけ、チョコゼリー、チョコヨーグルトみたいな色してる。すごい。これでね、なんかチョコとかの匂いしたらいいんだけどね、そういう匂いは全くなくて臭いです。じゃあ続いて最後、いちごソースを作ります。ということで、いちごソースも出来上がりました。なんか似てるな。なんかソースって言って結構同じ説あるかもね。手洗ってきます。はい、ということでね、こんな風に全部のホイップでスライムを作ってみました。で、これにね、早速、このね、デコのこの子たちをね、早速入れていきましょう。はい。じゃあ、このトッピングシュガーチョコスプレーは、チョコちゃんにやっていきますね。チョコちゃん。はい、全部入れます。うわ、これやばくね。お、触り応えが、あ、でも最初だけが可愛くてね、後でなんかちょっと混ぜたらね、結構あの、なんだろうって感じですよね。でさ、こういうさ、なんかさ、チョコのお菓子ってあるよね、こういうの混ざってるの。はい、ということで、チョコの中に入れたらこんな感じになりました。すごくね、なんか本物っぽくなったよね。本物っぽく。じゃ続いてお隣の、こちらのね、いちごソースに何を入れるかというと、なんかね、この感じだとね、やっぱり、このシュガーのチョコスプレーしか思いつかないですね。これにしましょう。わー、すごい可愛らしい。ほら。かわいい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 。ほら、すごいよ。あ、ピンクに入れた方がかわいいかもね。チョコあんまりわかんないからね。ほら、いいね。じゃあね、続いてお隣のキウイくん、キウイソースくんにはこれ、ね、コンペイトを入れたいと思います。コンペイトくん、はい、コンペイト。すごい、なんか見て、かわいらしいよ。コンペイトくん、お似合いよ、あなたたち。混ぜ混ぜさ、どこにいるか分かりませんね。もう最初だけです、あの、撮るのは、写真。もう混ぜたら終わりです。続いてお隣のマンゴーさん。はい、こちらのお隣のマンゴーさんには、ビーンズを振りかけたいと思います。ね、ビーンズ欲しそうですね、顔が。かわいい、ビーンズ。いいね。もうね、これも多分最初だけが可愛いなと思います。もう混ぜたらもう、コンペイトーくんみたいにどこにいるか分かんなくなりますね。バイバイ。あ、やばい、お隣に。ダメだよ、あなた。あ、でもなんかよく分かんないけど、すごい可愛いかもしんない。ほら。まあまあ、なんか見えてるからね。いい感じかもしんない。もしかしたら。じゃあね、お隣のこれ、ストロベリーホイップさん、やっていきましょう。はい、こちらの、ストロベリーホイップに、これね、ビーンズをやっていきます。これね、水色可愛い、透明で。ほら、やっぱりちょっと可愛いような気がするね。もう何が何だか分かりませんね。いません。もう、ビーンズが。いた。
じゃあ続いてお隣のホイップくん。で、端っこにいるホイップくんにはこちらのコンペイトを振りかけたいと思います。すぐなんか寂しそうなんでね。どうしたの。じゃあ入れていきます。これやっぱ白にさ、コンペイトお似合いだね。白ってまあ何でも似合うからね。瓶でも絶対似合ってたと思う。ほらなんかいるって感じがする。あ、かわいいよ。やっぱりね、白の方がね、何入ってるかとかちょっと色が見えるからね、かわいく感じるね。ほら、あ、はい、ではね、ちょっと全部混ぜていきましょう。へい、楽しいですね、こうやってやっていくの。すごくすごいチョコバナナ感がありますね。チョコバナナ、ほら。さて、これ混ぜたらね、どんな色になるでしょうか。楽しみですね。ユーポンの予想言いますよ。茶色になりそうか、こういう色。嘘、こういう色。なんかちょっと汚いオレンジ。なんかすごい。表、はい、ということでね、綺麗に混ざりました。どうでしょう。やっぱ予想通りだったね。でも結構ココア系だったね。なんか汚い茶色かなと思ったんですけど、ココア系の色になりました。でもやっぱりあの綺麗なピンクとかどこにいたのでしょうか。でもね、やっぱ音がいい。音がなんといっても。ぜひね、よかったら皆さんもデコホイップでスライム作ってみてください。でもね、デコホイップってまあ触るものではないので、直接なんで、あの手が荒れやすい方は本当に気をつけてください。でね、やっぱ100円ということで、もうすごく安く作れると思います。で、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、NoLove、Musical.ly の方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。